データセットを4次関数で最小事情を禁じした例最小事情法は測定で得られた数値の組を適当なモデルから想定される1次関数、対数曲線など特定の関数を用いて禁じするときに想定する関数が測定値に対して良い禁じとなるように残差の事情和を最小とするような係数を決定する方法、あるいはそのような方法によって 禁止を行うことである。1805年にアドリアン・マリル・ジャンドルが出版したのが書出である。しかし、1809年にカール・フリードリ・ヒガウスが出版した際に1795年には最小事情報を考案済みだったと主張したことで、最小事情報の発明者が誰であるかについては不明になっている。最小事情報では測定データ Y はモデル関数 F と 誤差イプシロンの和で、y イコール f イプシロン、ディスプラスタイル、y イコール f バレプセロンと表せるとする。物理現象の測定データには、誤差が含まれ、それは、系統誤差と偶然誤差を含んでいる。このうち、偶然誤差は、測定における、信号経路の微視的現象に由来するならば、正規分布であると期待されることが多い。また、社会調査などの誤差理由の特定が困難な場合でも、 誤差が正規分布になると期待する考え方もある。誤差が正規分布に従わない場合、最小事情法によって得られたモデル関数は最もらしくないことに注意する必要がある。偶然誤差が正規分布していない場合、系統誤差が無視できないくらい大きく、それをモデル関数に含めていない場合、測定データに正規分布から大きく外れた外れ値を含む場合などが該当する。 上記を含め、最小事情法の理論的基盤には次のような前提が設けられている。話を簡単にするため、測定値は x、y の二次元の平面に分布するものとし、想定される分布が y イコール f の形である場合を述べる。想定している関数 f は、基地の関数 g の線形結合で表されていると仮定する。すなわち、f イコール k イコール 1makgk。 ディスプラスタイル、F イコールス、ス m K イコール1、イ、MA、KG、K。例えば、GK イコール XK-1 は多項式禁止であり、特に、M イコール2の時は、F イコール A1A2X。ディスプラスタイル、F イコール A1A2X という直線による禁止になる。今、測定で得られた、次のような数値の組の集合があるとする。ディスプラスタイル、ルドッツ。 これらの分布が y イコール f というモデル関数に従うと仮定したとき、想定される理論値は、ということになり、実際の測定値との残差は、角 i につき ef ということになる。この残差の大きさは、在、平面上でのととの距離でもある。ここで、理論値からの誤差の分散の推定値は、残差の平方は j イコール i イコール 1n に、ディスプラスタイル、j イコールスム。 i イコール1 n 2で与えられるから j が最小になるように想定分布 f を定めればよいということになる。それには常識は秋を変数とする関数とみなすことができるので j を秋について変微分したものを0と置く。こうして得られた m 個の連立方程式を解き秋を決定すればよい。さらに簡単な例としてモデル関数を一次関数とし、 f イコール axb ディスプラスタイル f イコール axb トークと a と b は自式で求められる a イコール nk イコール1 nx k y k k イコール1 nx k k イコール1 ny k n k イコール1 nx k 2に、ディスプラスタイル a イコールフラックディスプラスタイル n スム k イコール1 nx k y k スム k イコール1 nx, k s m k イコール 1,ny, k, this, plus, style, n s m k イコール 1, nx, k, 2 left hat, 2b イコール k イコール 1, nxk 2, k イコール 1, nyk キ 1, nxky キー 1, nxkn k 1, nxk に 2, t i s plus, style, b イコール f i s plus, style, スム k イコール 1, nx, k, にすむ k イコール 1, ny, k すむ k イコール 1, nx, ky, k すむ k, k イコール 1, nx, k, ディスプラスタイル n すむ k イコール 1, nx, k, にレフトハットに当てはめたい関数 f は ,f イコール g2 gmt, ディスプラスタイル ,f イコール g2 ルドッツ gm, テックストム T と表すことができる。植え付き添え字 T は天地行列を表す。最小にすべき関数 J は、J イコール、T イコール T、ディスプラスタイル、ビギン、アラインド J& イコール、テックストム、T& イコール、テックストム、T、エンド、アラインドと表される。ここに G は、Gij イコール GJ、ディスプラスタイル G、IG イコール G。 J なる成分を持つ NM 行列、y イコール t ディスプラスタイルボルシンブル y イコールテックストム t 係数 a イコール t ディスプラスタイルボルシンブル a イコールテックストム t である。これの最小解 a ディスプラスタイルボルシンブル a は gyt gy イコール rtr ディスプラスタイルビギンブメイトリックス g& ボルシンブル y end, ブメイトリックステックストム t, ビギン、ブメイトリックス g and, ボルシンブル y, end, ブメイトリックスイコールティルで r, テックストム t, ティルで r を満たす上三角行列 r, ディスプラスタイルティルで r の計算を経て解 a, ディスプラスタイルボルシンブル a を得ることができ、全体の計算量に無駄が少ない、 下記の標識を用いると、r イコール、r qty レイ tα、d i s p ディスプ d t i t l t i l で、r イコール、ビギン、ブメイトリックス r q ハット、テックストム ,t, ボルシンブル ,y, ボルシンブルイ、テックストム ,t α エンド、ブメイトリックスが得られ、ra イコール q t y ディスプラスタイル r, ボルシンブル ,a イコール q ハットテックストム ,t, ボルシンブル、y から、係数回 a ディスプラスタイル、ボルシンブル、a を求める。また前説で述べたように、j を a、a ディスプラスタイル、ボルシンブル、a のそれぞれの成分で偏微分して、ゼロと置いた。m ムの式は、行列を用いて、gtga イコール gtey ディスプラスタイル g-hat テックストム t g ボルシンブル、a イコール g-hat テックストム t ボルシンブル、Y と表される。これを正規方程式と呼ぶ。この正規方程式を解けば、係数解 A、ディスプラスタイル、ボルシンブル、A が求まる。係数解 A、ディスプラスタイル、ボルシンブル、A の解法には、以下のようないくつかの方法がある。計算量が小さい方法として、コレスキー分解による、三角行列分解を経て、最終的に、RA イコール RTGTY、 ディスプラスタイル R、ボルシンブル、A イコール R ハット、タイ、テックストム、TG ハット、テックストム、T、ボルシンブル、Y を解けばよい。数値的安定性確保のためには、積、GT、G を経ない三角行列分解がよい。すなわち以下と同じく、QR 分解による、G イコール QR、ディスプラスタイル、G イコール QR から、RA イコール QTY。 ディスプラスタイル R、ボルシンブル、A イコール Q ハット、テックストム T、ボルシンブル、Y を解く。想定される分布が、媒介変数 T を用いて、イコール G の形であっても考察される。すなわち、測定値が、パラメータ T に対する G を理論値として禁じされているものと考えるのである。この場合、各点の理論値 G と測定値の間に生じる残差は2に、 ディスプラスタイル SQRT22 である。故に、残差平方は,は、i イコール 1n22、ディスプラスタイルスム、i イコール 1n レフト22ライトとなるから、この値が最小であるように、F、G を決定するのである。このように、N 組のの測定値を N 組のの測定値に拡張したものも考察することができる。N 回の測定における誤差があらかじめわかっている。 場合を考える。異なる測定方法で測定した複数のデータ列を結合する場合などでは、測定ごとに誤差が異なることはしばしばある。誤差が正規分布していると考え、その標準偏差、シグマ i、ディスプラスタイルシグマ i で誤差の大きさを表す。すると、誤差が大きい測定より、誤差が小さい測定の結果により重みをつけて、近似関数を与えるべきであるから、 j イコール i イコール 1n にシグマ i に、ディスプラスタイル j イコールスム i イコール 1n フラック2シグマ i にを最小にするように f を定める方がより正確な近似を与える。毎回の測定が独立ならば、測定値の誘度はエクスプに比例する。そこで、上記の j を最小にする f は最優推定値であるとも解釈できる。また、 J は自由度 NM の解事情分布に従うので、それを用いて、モデル F の妥当性を検定することもできる。毎回の測定誤差が同じ場合、J を最小にするのは J を最小にするのと同じ意味になる。詳細は、非線形最小事情法を参照もし、F が秋の線形結合で表されないときは、正規方程式を用いた解法は使えず、反復解法を用いて、 数値的に秋の近似値を求める必要がある。例えば、ガウスニュートン法や、レーベンバーグ、マーカート法が用いられる。特にリベンバーグマーカート法は、多くの多次元非線形関数でパラメータを発散させずに効率よく収束させる方法として知られている。前提条件の節で述べたように、測定データを最小事情法によって近似する場合、外れ値。 または異常値が含まれていると極端に近似の最もらしさが低下することがある。また、様々な要因によって異常値を含む測定はしばしば得られるものである。誤差が正規分布から極端に外れた異常値を取り除くための方法として修正。トンプソンタウ法が用いられる。ありがとうございます。